んにちは。いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。今日はこの箱ですね。やっとね、アメリカロスから届きました。はい、もうね、この eBay の文字でか分かると思うんですけど、あとここのね、このアメリカ国旗ですよね。今回はね、世界門の方が、はい、もうこれぐるっと回したらね、世界門の文字が出てくるんですよね。ここは個人情報ね。はい、まあそんな感じで届いたんですけど、はい、これもう本当に一回実物を見たかったんですよ ね。そう、これはね、今から1972年やから、49年経つんやけど、もうすぐ50年経っちゃうんですね。そうそう、ヴィンテージかな、もしかしたら。そうですね、なんかヴィンテージの年に何があったかにも関わってくるというか、ブライス誕生 の、 その日本での誕生の秘密じゃないけど、はい、それ以前の話。そうですね、ここでこれがだから、ブライスの復活劇があってっていうところになってくると思うんですけど、ブライスが、復活した、はい、逆に言うたらブライスが復活する前、はい、ブライスがいなくなった時何があったかっていう。そうですね、今回それを紐解いていこうと、はい、そしてそのライバルは一体何かっていうのを今回、はい、見ていこうと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう早速開けていきましょうか。ダンボール見ててもしょうがないですから ね、 この辺はね、あまりこうどういう風に向こうが梱包しとんのかさっぱりわからんのよ。そうですね、これが向こう の、 その、はい、ロスおった人の、はい、ダンボールなんか、世界門が一回なんか見んのよ、世界門って。そうですね、うん、なんていう、一回向こうから来とる、これ映ったらいかんもん結構ある場合あんのよ。あー、確かに伝票とかが入ってる可能性十分ありますからね。あと困るんが、向こうの人からの、はい、なんか手紙。あー、それちょっと気をつけながら、はい、大丈夫、ちょっと待って、 OKOKOK、はい、あ、これもう直やな。そうですね、これでかんも、さあ、なんかちょっとミイラ状になってる感じが、はい、ちょっとまあざっとこれもう出します。意外と大きいですね。そうやね、これね、一応腕がね、壊れてるんよ。はい、はい、じゃあこれでのけます。よいしょ。あー、ここやね、多分腕が壊れてるって。そうですね。さあ、匂いはまあ独特のアメリカンな匂いがしてるかもしれんね。そうですね、まあ、でもそんなに臭いとかじゃないな、こりゃ、はい、うん、じゃあまあそのまま開けていきましょう。そうやね、じゃあやっていこうか。はい、なんかこうふわふわの入った紙で、え、これなんなん。あ、なるほど、ちょっとゴロンといったら怖いから、ちょっと一旦ゆっくり。はい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 、あ、こうやね、こっちこれってあれやん、ペットシートや。まあまあ、そうきた、使っとるペットシートじゃないから、まあそりゃね、まあね、その手で来たか。こっちの手が取れてますね、うん、こっちが、これはでも元々、はい、あー、来ました。こっちの手もこの脱臼状態で、あー、本当だ。はい、これね、やっと来たというか、はい、ちょっとこのペットシートはのけましょう。はい、そうですね、はいはい。さあ、これは多分ね、ソフビ自体がもう硬くなってしまってるんで、はい、いや、でもなんか思っとったより状態はいいかな。そうですね、うん、この辺は多分油染みが出てきとんとか、うん、この辺も多分やすったらのくかな、ね、状態は全然、靴がこっち側も、腕が両方外れてるんやね。両方外れてる、これはもう、うんうん、靴とかももね、あ、靴はまだ元の靴ですね、うん、オリジナルの靴なんで、これ、うんうん、こっちも、あ、これ壊れてないかな、うん、多分ここがもうだいぶベトベトが来てるね、うん、あー、もうこんな大きかったんやっていうのもあるし。さあ、これね、トーキングの紐がついてんやけど、はい、これはちょっと今回引くの怖いから。そうですね、ちょっとこのままだと見るのちょっとあれなんで、こっちにしましょうか。はい、ちょっとまっすぐね。まっすぐね。はい。さあ、これちょっとこれ脱がせますね。はい。はい、あ、手の分が、あ、はいはい。多分ギミックがあったんかな。そうですね。手自体に。手を持ち上げた時に何か喋るとかがあったのかも。そういうのがあったのかもしれませんね。そうですね。それがこっち側にあってこっち側にはないから。はいはい、一応まあトーキング系の人形なんで、ちょっと、まあ、はい、お顔の方があれやな。ペットシートもう一回持っていこうかな。なんかタオル行こうか。タオル行きましょう。はい。これタオルちょっと敷いてくれ、頭のとこ。はい、頭のとこ行きます、はいはい、はい。ちょっと一旦うつ伏せにして、はい、ね、一応ね、電池の蓋はね、あるっていう風に聞いたんで、はい、あー、なんかいろいろ貼ってたよな、ちょっと、あ、ここに本当だ、電池の蓋があります、はい、これもね、割れるんじゃないかな。 あ、一応いけるね、いけますね。あ、電池ボックス、あ、電池ボックスもすでに割れてますね。あ、本当だ、ボックスが割れてる。これはでもまあ、うん、交換すれば OK なんで、うん、これも一旦もう中にしまっておきます。そうですね、うん、まあ、分解することはないけど、はい、トーキング機能はほぼ、まあ、なしということで、うん、そうですね、もう資料として買ったので、そうそう、こうですね、だからこの中にこう、ほら、ギミックがこれがいろいろ入ってるのが見えるんですよね。ここでテープレコーダーが再生されて、こう引っ張ったら、あー、ここで本当だ、怖いな、うんうん、プラ自体は相当弱くなってますね、これは。そうですね、でもここ自体がこうなんで、これをこうやれば、はい、うん、うん、あー、本当だ、それでかい、なんかちゃんと動くようになってた。こっちもでも相当なんか、うん、中の機械自体は相当良くなってるかな、うん、うん、うん、
これ自体の修理は可能やね。こっちからこう押し込めば、ね、うんうん、全然その形は保ってられるかなと、こういけば、うんうん、ですね。まあ、今はあれですけど、そうですね、後日修理かな、後日修理かな、修理した状態で保管になるかな、うん、これもここを割って出てきてしまっとるから、うん、これどうやって出てきたんやろな。あー、本当だ。でもこれはでも可能は可能かな。このまま入れるのはちょっと怖いけど、うんうん、まあ後で修理は可能なんで。そうですね、うん、その白いところが中だったのか外だったのか。これは多分外です。外、あ、この肌色は外やけど、この白いとこは中ですよね、多分中なんで、うん、一旦ボディ割って中に入れて止めます。そうですね、うん、まあこんな感じで、うん、まあ、このトーキングの紐のこともオリジナルのまんまなんで。そうですね、この青いのがずっとなんか模様みたいに入ってたりとか、うん、そうですね、うん、これは意外に全部残ってるって言うてもええぐらいのものではあるかな、うん、はい、このね、ちゃんとね、ここもちゃんと入れたいんで。そう、ここに出てくるように服が作られてるのね。そうそう、だからこれね、はい、まあ、後半になってまた話すと思うけど、はい、なかなかこれね、数奇な運命をたどってるの、このドールも結局。そうですね、うん、なかなかこうブライスと関係ないやんと思うけど、本当に実はこれ関係あんのよ、はい、ちょっとまあこのままで話してたらあれなんで、一旦また場所変えましょうか。あ、そうしましょう。でいつもの部屋に行く前にちょっと一通りクリーニングとか、あと状態確認とかをしていこうと思うんですけど、うん、ね、腕のトレタンとかもなるべくまあねくっついて、うん、あとは何、気候がちょっと知れた。でもこの辺はまあ今回ね、うん、あのやってたら20分30分で済まないから。そうですね、これ今タグが、はい、こちらガビーガールというドールの名前になってるんですけど、はい、こちらあのケナーから出たドールになります。ブライスと同じケナー社、しかも年月日が1972年、はい、そう、だからブライスと同じ年に同じケナーから出たもう一つの人形ということになりますね。このもう一つの人形っていうところは何だって言ったら、はい、ブライスと同じじゃないよ。でもブライスと競ったドール、はい、ブライスが1年間で終わった理由を作ったドール。そうですね、だから同時になんかこう販売が始まって、うん、どっちか売れた方が残るってい う, そう、もう一つは販売が終了してしまうっていう条件でスタートしてた子たちですね、うん、で、まあ、結局このガビーガールの方が買ったということにはなるんですけど、だからこれが売れたから、だからブライスが気持ち悪いとか、はい、うん、目が大きくて怖いとかいろんな理由がのなっとるやん、はい、言われてましたね。結局はこっちが選ばれただけなんよ。そうですね、もう要はそれだけの話で、この人形はやっぱりな、子供が遊びやすいのよ。なんかおままごと人形のサイズでもあったし、でまたこのトーキング機能っていうのがついてるんですね。当時やっぱりね、トーキング系の分とか何かギミックが一つある、はい、うん、そういうのはやっぱりいろいろあって、このサイズの人形もいろんな機能がついてるのがあったんです。お茶組みができるとか、はいはい、そういうのもあった中で、この子は手を上げてからに録音、はい、手を下げたら再生っていうような機能がついてる子でもありました。まあだからそれは当時の女の子の中でも結構ハイテクな部類の、うん、そうですね、まあそういうドールだったっていうことで、それでいてやっぱりね、でかいよ、うん、本当にこれだってブライスの 1.7 倍ぐらいあるもん、うん、それでいて喋るとなったらなんかお友達感もすごいですもんね。やっぱりそのなんていう対象年齢はちょっとわからんけど、はい、まあ、仮に5歳としよう、はい、そしたら抱いた時、はい、あ、ちょっと大きな人形抱いとるな、なるもん。なりますね、うん、まあそういう感じの位置づけだった子だと思っていただけたら。だから今の時代で、はい、ポポちゃんメルちゃん大トンと同じなんだろうなっていうのが、あ、それは思いますね、うん、というわけでいつもの部屋に戻りまして、うん、1972年にケナーから発売されたドール2人に並んでもらいました。まあね、因縁じゃないけど、はい、やっぱり当時、うん、お前らどっちが売れるか決めてこいと。そうですね、うん、もうそれで競ったドール2つですね。 でそれでいて、はい、その左側のガビーガールが勝って、はい、ブライスは負けた、はい、でブライスは1年で終わったっていう逸話ができたや。そうですね、だからその逸話を作った、はい、その伝説の始まりでもあるんよ。そうですね、こいつのおかげで、うん、ブライスは亡くなったけど、このガビーガールがおったおかげで、はい、ブライスがよりまた復活した時の印象が色濃くなったというか。あ、それは思いますね、うん、だからそのガビーガールもなんかすごく人気があってからずっと売れてたのかって言ったら、この頃のドールっていうのはもう本当になんか数年で終わる子ばっかりだったので。あ、そうそう、なんかね、あの、うん、インタビューでも書いてたアリソン・キャッツマンさんの、はい、大体 2,3 年で次のドールが出てきてもう終わってるんよっていうのが、うん、だからなんかこの時ブライスが買ってたとしても 2,3 年で終わってたんだろうなっていうのはあるし、まあ当時はね、よっぽど爆発的人気でない限りはっていうところですよね。まあでもなんかこれで1年で終わってくれて、はい、それでネオブライスが復活したやん、はい、これは本当未だにもう20年来たやん、はい、もうほんまに復活して、はい、もうね、でその20年の間にプチブライスが出て、はい、で本国でもやっぱり逆輸入版というか、はい、パオ版っていうのがあって、あ、パオ限定版ありましたよね、うん、そういうのもありましたし、それがあって次、はい、アシュトン・ドレイク版が出たやん。そうですね、あれはもうヴィンテージの復刻として、なんかこう服のデザインもそのままでしたからね。そうそうそう、それからスペリオールとかラディエンスで、それではデオル間に次ミディブライスが出たやん、
はい、まあでまあ、そんなんが出おる中でもまた別に、はい、何を、ブライスベルって言って海洋堂とスバル堂2種類出てたやん、はい、ありましたね。他にもキューブリックとかいろんなのが出ましたよね。うん、このフィギュアサイズっていうかちっちゃいのが出たりもしまして、そうそうそう、ほんでまた何を、まあ、あのちょっと影薄いんやけど、はい、あのペーパークラフトもね、あそういうのもあったりしますね、うん、そうだからいろんなタイプでブライスっていう形を変えて出てるんよ、はい、ほんでまたこれがねまさか今になってるけど中国の方でポップマートが、そうですね、新たなブライスが登場してサイズも違うし、これね、国内でねなかなか日本では販売がちょっとあれなんやけど、はい、まあそんな感じでか、ね、すごい広がりを見せて、そうだから2000年というか、まあ、2001年かな、はい、まあ、でパルコで復活してから、はい、本当に未だにずっと20年続くコンテンツになっとるというか、そうです、もう20周年の年になっちゃいましたよ。そう、まあね、すごいそう思ったら感慨深いですよね、うん、でまたガビガールって言ったらもうなんか今そんなに知ってる人はいないし、全然おらんと思う。そうだからなんかこう、うん、明暗が逆転するというか、そうやね、そういうのも見えたりして、だからその時、うん、その1年間の勝負で勝ってガビーガールが良かったら、はい、多分次のシーズンも売られたんよ、はい、でも結局、うん、まあ何年残ったかまたこれ記録を見てなきゃ分からんだけど、はい、まあ結局次のものが出てきて、うん、ガビーガールもいなくなって、はい、で今こうやってまあたまたま、うん、うちらはすごい興味があって、うん、もう時々ねマンダラケでも探してたんよ。あ、だけどマンダラケに電話したら知らんって言われたよ、そんな人形今まで入ってきたことがないって言われて、まあ、あそうっすかとか言って、確かにね、うん、まあそういう感じで今回ガビーガールとブライス、ヴィンテージブライスを並べてみたという感じに今なるんですけど、まあ、他のドールもね、はい、勢揃いしていただきましたけど、そうですね、ブライスファミリーが本当に、はい、このガビーガールのおかげで、うん、ブライスが復活できたっていうのも、はい、まあ、ありがとうじゃないけど、でもこうやってやっぱりケナーファミリーで、うん、はい、やっぱりこう面白いなと思うもん、このおもちゃの数奇な運命というか、うん、そうですね、なんかまあ当時の時代背景とかなんかいろんなものが見えてくるというか、うん、まあそんな中でこうしてなんかブライスの復活の陰にあったというか、そうやね、当時はなんか表舞台にいたっていう子ですよね、うんうん、だけど今もう日本では誰も知らないっていう、うん、まあそういう話なんですけど、まあ、今回こうやって買ってみてよかったですね。やっぱりうちはこれ欲しかったんよ、うん、やっぱりねそのブライスに買った相手って見たかったんよ、それは確かに、うん、で最初写真で見た時これに負けたんかとかも思ったんですよね。そうそうそう、まあでもなんか面白いな思うで、やっぱりこのなんか歴史というか、うんうんうん、それは思いますね。これねまだ話したいことはいろいろあるんですよね、まあ、そっちはまた深掘りの方で、そうですね、ちょっとなんか長くなりすぎてもいけないので後編的な感じでやらせていただこうと思います。そうですね、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。どうもありがとうございました。